JAS0016 キノコ、ブナシメジ中のオルニチンの定量高速液体クロマトグラフ法は、独立行政法人農林水産消費安全技術センターファミックの申し出により制定された日本農林規格です。オルニチンは遊離アミノ酸の一種です。タンパク質の材料としては使われず、体内において単体で働きます。肝臓でアンモニアの分解を促進する働きをし、二日酔いや疲労感の軽減に役立つと考えられています。キノコ類、特にブナシメジに多く含まれています。この方法は生鮮のブナシメジを対象にしており、抽出時の加水分解が不要なので、一般的なアミノ酸分析と比べて短時間で測定でき、安全性も向上しています。また性能と測定条件が適切であれば、3種類の検出器を利用可能であることから、多くの試験室で利用しやすくなっています。全体の流れはこの図の通りです。では、早速やってみましょう。まず、飼料の粉砕、均質化です。飼料の石突きを除去し、目視で均質になるまで粉砕します。次にオルニチンの抽出に移ります。飼料約 2g を抽出用容器に量り取ります。濃度が 0.01mol/L 相当の希塩酸 15ml を加えます。浸透器で15分間振り混ぜます。浸透が終わったら、抽出物を全量フラスコに移します。抽出用容器を希塩酸ですすぎます。固形物もすべて全量フラスコに移します。この時、すすぎ量を多くしすぎると表線を超えてしまうことがあるため、注意してください。絶対検量線法で測定する場合は、そのまま希塩酸を全量フラスコの表線まで加えて滴用します。内標準法で測定する場合は、ここで内標準物質を添加しても問題ありません。その場合は内標準物質を添加後に滴用します。内標準物質の例としては、ノルバリン、テアニンなどがあります。全量フラスコをよく振り混ぜます。全量または一部を遠心用容器に移します。これを13000G で10分間遠心分離します。上澄み液をメンブランフィルターでろ過します。これを飼料抽出物とします。こ
高速液体クロマトグラフ分析装置の条件設定に移ります。この方法では検出器を選ぶことが可能です。タンデム質量分析計、蛍光検出器、可視急光高度検出器の3タイプです。 JAS0016 付属書 A にそれぞれの測定条件例が示されています。JAS オルニチンで検索するとこの条件例を見ることができます。参考にしてください。また実際の試料を測定する前に今から紹介する5つの条件をすべてクリアするように測定条件を設定しておきます。条件1、定量加減。試料中濃度に換算した定量加減が50mg/kg 以下であること。条件2、ピーク分離。オルニチンのピークとその前後の強雑物のピークの分離が測定に支障なく行われること。条件3、検量線。検量線の相関係数が 0.995 以上であること。条件4、回収率。オルニチンの添加回収試験を行い、回収率がこの表に示した範囲内であること。条件5、平行精度。任意の試料を平行条件で6回以上測定し、その標準偏差がこの式に示した条件を満たすこと。設定した機器の条件で測定してみて、これら5つの条件をクリアしていることが確認できたら、その機器の設定は OK となり、実際の試料の分析に使用できます。設定した条件を用いてオルニチンを測定します。試料抽出物は測定装置に適した濃度に希釈することができます。低濃度試料の測定に適しているタンデム質量分析計を使う場合など、適宜調節すると良いでしょう。また、内標準物質は希釈するときに添加することもできます。高速液体クロマトグラフ分析装置を起動させ、ベースラインの変動がオルニチンの測定に支障がないことを確認します。起動直後や移動層の交換後はこのようにベースラインが変動しますので、移動層をしばらく流し、ベースラインを安定化させた後測定を開始してください。ベースラインが安定化したら一連の標準液及び試料抽出物を装置に注入します。測定中の感度に定量に支障のあるような変動がないか確認します。図の例では、試料抽出物を5回注入するごとに、検量線の濃度範囲の中間にあたる標準液3を注入して、そのクロマトグラムを最初に測定したものと比較し、変動が支障のない程度であることを確認しています。測定後は検量線が適正かどうか判断するため、次の2点を確認します。1、検量線の相関係数が 0.995 以上であること。2、試料抽出物のオルニチン濃度が検量線範囲内であること。検量線がそれらを満たさない場合、標準液を調整し直すなどして再測定してください。最後に試料中のオルニチン含有量を算出します。試料中のオルニチン含有量はこの式から求めます。試料抽出物のオルニチン濃度 C に定容時の定容量 V をかけ、試験用試料の採取量 W で割ることで求めます。
例えば、飼料抽出物中のオルニチン濃度が40マイクログラムパーミリリットル、低用量が50ミリリットル、飼料採取量が2グラムの時、それを数式に当てはめると、試験用飼料中のオルニチン含有量は1000ミリグラムパーキログラムとなります。ご紹介した通り、この方法は前処理操作が簡便であり、また使用する装置を3種類から選ぶことができるというメリットがあります。ぜひご活用ください。